えーどうも、うずです。えー、本日は、ちょっと今ね、私も使ってる Mac に関してお話をしたいと思います。で先日、2018年3月末ですね、末に、えー、ようやく正式に MacOS に外付けグラフィックカード、外部 GPU、まあ、グラフィックボードですね、拡張の。 を使える仕様にすもともとは去年2017年6月に、えー、MacOS のハイシエラ最新の OS では、えー、外部 GPU をサポートすると言われていたんですが、えー、それがようやく正式な発表という形になりやしたで、えー、MacOS イシエラ10.13.4からなんですけれども、えー、サンダーボルト3ポー,ートを使って Mac に外部 GPU を接続することが可能になりますということで、まあ、ちょっとねこれはイメージだと思ってください、えー、こんな感じで、まあ、グラフィックカード これを Mac と繋げて、ま h u n ボルト3だね、ケーブルで繋げて、で、どうなるかっていうと、まあ、基本的に Mac の,その動画の書き出し機能だったり、まあ、ゲーム、ゲームだね、ゲームをプレイするときのそのグラフィックス環境、すごい高レートのね、高画質の設定で遊んでも快適にできるっていう、そういうようなゲーム好き、Mac に負荷をかける作業をやられてる方にとっては、素晴らしくいい仕組みになります。 ただアップルは今回のこの仕様に関してはどちらかというとそのゲームとか動画編集というよりは AR の拡張性というものに力を入れたくてこういう仕様にしているというお話をされてますね、まあ、どうしてもねこう今ねちょっと感じるところあるかもしれないんですけど VR の技術がかなり高まってきていてで身近で触れる機会ってあんまりないと思うんですよ実際なんですけど、まあ、先端行ってる企業とか あとは都内のアミューズメントパークとかですかねそういうところだと VR 技術をかなり使われているので実際それがあの一般家庭に浸透するようになり得るものになってますからということでアップルは遅れてはならないということでそういったグラフィックスを強化しなきゃいけないっていう外付けのグラフィックカード対応っていうのを歌ったわけですただアップルはこの外部 GPU に関しては AMD の Radion の GPU のみをサポートするということを言っているので、え私使ってるのはほとんど NVIDIA の GFORCE っていうシリーズなんですけれども、こちらの方は今のところサポートするとは歌ってないようです。まあそうだよね、そもそも Apple はその Mac Pro、Mac Pro に使ってる GPU も、その高価なやつはその AMD 社さんのものを採用してましたし、AMD って強いよね、そういうとこだとね。なんかほら、パソコン、自作パソコンとかだと、この GTX シリーズの GFORCE が結構 NVIDIA だね、NVIDIA がかなり幅を利かせてるんですけど、 そのプレイステーション4だったり、マックプロだったり、結構そういった機種に関しては AMD 社さんのものが使われてます。で、今回 Apple は当然のごとくその AMD 社さんの GPU をサポートするという形になってます。で、あとは今回の,その外部 GPU 使えるよっていう話で、ちょっと喜ぶ一部の方で、マックでじゃあゲームしようっていう方、Windows 機だと当たり前のように、その Steam っていうところで、 ゲームをダウンロードして遊んでる方が結構いらっしゃるんですね。私もそうなんですけども、最近ちょっとパソコンのゲームやってないんですけど、パソコンゲームやるときは、その Steam っていうのを利用してゲームやるんですが、ちょっと重要なポイントがありますよね。まあ中にはね、Windows やってて Mac ちょっと欲しいな、じゃあ Mac が外 i g p u 対応するんだったら、Mac 買って Mac に Steam 入れて、じゃあゲームできるじゃんって思う人も Windows ユーザーの中にはいるかもしれないんですが、まあね、Steam、Steam なんですけど、Mac のソフトってあんまり入れてくんないんですよ、ゲーム。 スチームの Windows 側はすごいソフトが充実してるんですけど、Mac 側ってほとんどないんですよ、ゲームが。それなので、まあ、結果的には Mac でゲームができると思う方は気をつけてください。まあ、Mac はその本体の環境がどうのこうのじゃないんです。えー、ゲームソフトが少ないんです、そもそも。<laughs> ということなので、えー、ゲームで遊びたい方はやっぱり Windows 機で、まあ、自作 PC なり、まあ、レイザーの 外部 GPU 対応可能のノートパソコン使ったりとかそちらの方が圧倒的に遊びやすいのでそちらをお選びくださいということで本日は MacOS がようやく外部 GPU サポートしますよという正式発表をしましたというお話でございますこの後もしその周辺機器の方がなんか出るようだったらちょっと試してみたいなっていうのはあります 今回はちょっとマニアックなお話になってしまったかもしれないんですけれどもえこんな感じでいつも自分の好きなもの興味を持ったものを発信している YouTube チャンネルになりますえ初めてこの動画を見たという方、えー、もし動画のお気に入りいただけましたらチャンネル登録の方もお願いいたしますではまた別の動画でバイバイ新しい MacBook 使い始めてから古い方ほとんど起動してないなまあでも自分が持ってる機材をパワーアップできるっていうのはねカメラに関してもそうですし自作パソコンあったノートパソコン何に関しても ちょっと楽しいですよね。<laughs> パワーアップするっていうね。合体してパワーアップってね。合体か。合体したいな。